バルター・アードルフ・ゲオルク・グローピウスは、モダニズムを代表するドイツの建築家、近代建築の四大巨匠の一人とされる。世界的に知られた教育機関であるバウハウスの創立者であり、1919年から1928年まで初代校長を務めた。1883年5月18日、ベルリンに生まれる。カルル・フリードリ・ヒシンケルの弟子であった。 マルティング・ロピウスの大江にあたる。1903年から1907年に、ミュンヘンやベルリンの工科大学で建築を学んだ。卒業後、ベーター・ベーレンスの事務所に入り、そこで、ニース・ファンデル・ローへと出会っている。ドイツ工作連盟にも参加した。1911年の作品、ファグスの靴型工場は、後のバウハウス校舎を思わせる鉄とガラスを用いた。 初期モダニズム建築であった。同年、アルマ・マーラーと結婚。1915年、アンリバン・デ・ベルデからバイマルの工芸学校を託された。1919年に統合され国立バウハウスが開校すると、グロピウスは初代校長となった。当初は総合芸術としての建築教育を目指すものであったが、カンディンスキーらのアバンギャルドな造形教育の場となった。 バイマル・バウハウス校長室のインテリアは、モダンデザインによって統一された空間であり、記念碑的作品とされる。デッサウのバウハウスやがで、バイマルのバウハウスは閉鎖され、1925年に、デッサウ2点、デッサウ市立バウハウスとなった。デッサウの校舎は、グロピュスの設計によるもので、著書、国際建築とともに、モダニズム建築の代表作として、世界中に知られるようになった。 また、デッサウ氏の依頼で、郊外に集合住宅を建設した。グロピウスは、ハンネスマイヤーを公認に指名し、1928年に校長を退いた。1923年に離婚。1930年頃には、ベルリンの集合住宅建設に当たった。バウハウス閉鎖後、事務所にいた山口文造と共に、ドイツを脱出。 自身は1934年イギリスに亡命する。日本生まれのカナダ人建築家、ウェルズコーツが設計したロンドンにある、モダニズム建築のアパート、アイソコンビルにマルセルブロイヤーらと共に住んでいた。アールフェルトのファグス加工場を1937年、ハーバード大学に招かれ、アメリカに赴いた。ここで、アイエムペイ、フィリップ・ジョンソンらを育てた。また、 共同設計事務所 TAC を設立。超高層ビルのパンダムビルなどを設計した第二次、大戦後の母国ドイツにおいても、設計を行う機会を得ている。まず1952年には、ベルリンのハンザ地区で行われた国際建築展に参加し、高層住宅を実現させている。さらに、1960年代に、ベルリン南部のノイケルン地区に、グロピウスシュタットと呼ばれる、 集合住宅が立ち並ぶ広さ266ヘクタールと大規模な郊外住宅地を設計している。1969年7月5日、マサチューセッツ州ケンブリッジにて86歳で死去。グロピウスは著書国際建築で造形は機能に従うものであり、国を超えて世界的に統一された様式をもたらすと主張した。1926年の バウハウス校舎は、まさにその実例となることを意図して設計された。1932年に、フィリップ・ジョンソンの企画により、ニューヨーク近代美術館で、インターナショナルスタイルの展覧会を企画し、建築界の主流になっていった。アメリカ移住後のグロピウスの実作はそれほど多くないが、大学教育を通じて、アメリカにおけるモダニズム建築の普及に影響力を持った。 超高層ビルにおけるインターナショナルスタイルの普及はミース・ファンデル・ローエイやソンの手に委ねられた。ハーバード大学建築課長として活躍したが、アルママーラーとのスキャンダルでも知られた。ありがとうございます。